日本東京都八王子市田町田町は東京都八王子市の町名。定番を持たない単独町名であり、住居表示実施済み区域。郵便番号は192-0064。八王子市東部、市街中心部北側の浅川南岸に位置する。中央地域に属する。北で浅川河川敷を占める、暁町に隣接し、東、南。 西で、元横山町に取り囲まれている。暁橋南詰西側のおよそ150メートル四方の住宅地。1958年4月1日の売春防止法施行まで存在した田町遊郭の跡地である。町域内は概ね平坦である。町域南側を東西に走る通りは、他の区画に比べて道幅が広いが、これは、 かつての遊郭中央に設置された大通りの名残で、あり、大門は、長域東側に設置されていた。江戸時代の八王子塾には、横山塾、妖怪地塾、八幡塾、八木塾など十五の宿場が廃されていた。この旗後に、いい森城を置くことが許されたのは1718年、横山塾、妖怪地塾の十二件のみであったが、 下女、下働き等の名目で同様の営業を行っていたものも数多くあったと言われている。法歴年間にはその数は30件近くあったと見られている。三玉風土市によれば、宿液には足洗い、飯盛り、山出しなどのごとき旅情を慰める類、多く、八王子聖老の全身をなすと書かれている。この八王子聖老は後に、 現在の田町に作られた八王子遊郭を指している。1893年8月に遊郭、新万一郎から出荷し、八王子町の八日町、本町の702校約大化が発生の後、甲州街道沿いの横山町等に散在していた、飯森畑子の将棋解放令以降は、貸し座敷を元横山町妙役寺浦の伝寺に移したのが、 八王子遊郭の始まりである。この八王子遊郭は1897年に当局に指定された。八王子遊郭は東側に大門を備え、堀に見立てた小さな側溝を巡らせてあった。この八王子遊郭の土地は、元横山町のうちで、田町、浦田、新地等と通称されていたが、1912年に正式な新町名となった。 1917年には、八王子市の市政施行のため、八王子市の町名となった。この当時のは、大門の外に10軒の宅地が並んでいた他は、大門と周囲に巡らせた、側溝内側の八王子遊郭と、側溝の外側の若干の電磁で構成されていた。八王子遊郭は、大門から入った中央に3箇所の井戸を交えた。 桜と柳の並木を備えた王子の両側に議論が並んでおり、大門から入って、左側手前から、大黒楼、道前楼、ただし、修楼、角勢楼、大松楼、武蔵楼、終わり楼、栄太楼、大川楼、亀万楼、紅葉楼が並び、右側手前からただし、清志楼、風楼、福万楼、増万楼、弥生楼、藤本楼、大万楼、今万楼、 大和ろが並んでいた。大和ろの裏には、性病検査のための病院が置かれていた。田町には、衛生設備が備えられていたため梅毒等の性病で、入院する患者は、田町の将棋より、中町の芸者の方が多かったと言われている。議論はこの他に、西玉郎、紅葉郎、三崎郎、吉浜郎、いろは郎、徳万郎の名が確認されている。 第二次世界大戦の敗戦後、1945年8月の八王子空襲の被害を受けなかった玉中核は、アメリカ兵に独占される状態になり、大門脇には裸電球を下げた天幕が衛生上の理由で置かれた。ただし、若い種の多くは徴兵で失われ、女たちも慰安婦に取られたり食料事情により、恐竜に返しており多くが復帰していない状態であり、 ほぼ本来の機能を失っていた田町遊郭は、使えそうな建物を急ぎで修理して持ちいい女たちは、相模ダム建設現場に従事する、販売妊婦の相手をしていたものなどをかき集めたと言われる。しかし、田町遊郭に通うアメリカ兵たちは多く、八王子駅北口から、田町遊郭まで、 アメリカ兵の長い列が続いているのが見受けられたという。後に、アメリカ兵は GHQ により、オフリミットとされ、オフリミット後は、日本人によって利用された。1958年4月1日には、売春防止法施行により、八王子遊郭が廃止された。遊郭廃止後は新たに宅地化が行われ、当時の建築が残っている部分は、ごくわずかである。 1970年には、元横山町と一部の境界を変更し、現在の町域になっている。八王子遊郭が置かれた際に呼ばれていた通称の、うちの一つから取られた。遊郭が移る前は電磁であったことから名付けられた。2017年12月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。町域内に鉄道は通っていない。最寄りの駅は JR 東日本八王子駅北口になる。ありがとうございます。